はい、こんにちは、デフです。今回は、放置少女復唱解説、露伴やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、本日ですね、12時頃に実装されました、露伴ですね。こちら見ていきましょう。まずは、初めてなんで人物紹介からいきましょう。噂の桃源郷の守護役。誕生の時から桃源郷を守り抜く使命と責任を持つ。長年桃源郷の中で暮らし、外に出たことがないため、外の世界に対して興味津々。人との接触が少ないため、コミュニケーションが苦手な少女。人と人との絆と感情に固い執念を持つ。お茶はちょっと苦い味がしますが、とても温かいです、ということですね。そして、かの陣営となってて、弓ですね。うん。そして専属武器見ていきましょう。露伴の専属ステータス、新鋭セットだけ見ますね。物理防御貫通プラス900、攻撃力 18%、 物理会心ダメージが 35% となっています。あ、こちらじゃなくてこっちですね。まあ、会心ダメージが入っているんで、まあ、弓ならではの、まあ、会心クリティカルが出るタイプのアクティブスキルをしているんでしょう。そしてパッシブスキル、攻撃力が 44%、 回避値ガガってなってるけど、回避値がレベル ×280、 最大 HP が 44%、敏捷値がレベル ×200、体力値がレベル ×200、防御貫通がレベル ×10 となっています。まあ、これ貫通2つ入ってて、体力値で HP 伸びて、敏捷値で、火力上がってと。で、回避値がまあ、ね、うん、あんまり役に立たないパッシブではありますけど、まあ、ついているという感じですかね。まあまあ、パッシブ的にはバランスよく、まあ、回避値がちょっと残念ですけど、うん、まあ、揃ってるかなと。あと防御力とかあればよかったねっていう感じですね。そしてアクティブスキル、自身が一旦の間蓄力状態に入り、攻撃力が 100% 増加し、状態性が 75% 増加する。その後残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に 740% の物理ダメージを与え、740% の物理ダメージを与える。毎度攻撃する前、露伴の敏捷値が敵より高い場合 100% の確率で敵を2ターンの間発光状態にさせ、防御力を 80% 減少させる。任意の敵を撃殺した場合、追加でもう一度このスキルを発動するということで、まあこれ若干強いなと思うんですけど、まあ、自身がまず1ターンの間ですね、蓄力状態に入りますと。で、蓄力とは何かというのが、まあ、攻撃力 100%アップ、まあ、倍になるわけですね。で、状態性が 75% 増加しますよと。で、その後残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に 740% の物理ダメージを与えると、まあ、ここ攻撃力倍になってるんで、まあ、実質このパーセンテージが倍になってるようなもんですね。で、毎度攻撃する前、露伴の敏捷値が敵より高い場合 100% の確率で敵を2ターンの間発光状態にさせますと。まあ、敏捷値、3章で、敵より高い場合ですね。まあ、ここは取りやすいでしょう、条件的に。弓を育てている人が少ないと思うんで、うん、敏捷値は取りやすいかなと思います。で、100% の確率で発光状態にさせて、防御力を 80% 減少させた上で、740% の攻撃をするわけなので、まあ、しかも攻撃力2倍ですよね。うん、なので、まあ、かなりダメージが出る範囲攻撃なんじゃないかなと思います。そして任意の敵を撃殺した場合、追加でもう一度このスキルを発動する。撃殺取れればもう一回攻撃もできるよ、ということで、まあ、これ綺麗に決まったら、もうかなり強い攻撃なんじゃないかなとは思いますね。そして、スキルに、敵を6回攻撃し、毎回 740% の物理ダメージを与えると同時に、クリティカル発生確率が 50% 増加する。ここでクリティカル発生確率が上がっています。で、敵が発光状態である場合、ダメージが倍になる。まあ、ここはスキル1で自分で発光状態にしているので、まあ、ただ範囲が4名というところで全員が全員ではないですよと。で、攻撃するとき、敵を撃殺するたびに、自身のすべての有益状態の持続ターン数が一旦増加すると。攻撃した後、総ダメージ 35% 分の HP を自身に回復すると。いうことで、まあ、バフの持続ターン数、一旦増加するタイプですね。うん。まあ、ここで、あれかな、蓄力が切れちゃうから、撃殺取って、蓄力のターン数伸ばしてねっていうことなのかな。確か、闘技場とかで見てる限り、まあ、スキル1発動中についたバフっていうのは、そこ消えないんですよね。スキル1が終わった後。うん。で、スキル2が終わった後切れるのかな？これはね。うん。噂派とか、暴走系とか、バフ系もそうなんですけど、自分にかけるバフって、自分のターンが終わっても消費されないんですよ、ターン数が。うん。
で、まあ、人からもらったバフは自分のターンが来たら消費されちゃうんですけど、消費されないんですよね。うん、噂派とかも撃殺で暴走2ターン付与されたら、まあ、そのまま2のまま、うん、自分のターンが終わっていくので、まあ、ここがちょっと重要ですね。うん、で、自身の、ここでバフの持続ターン数を増やすことができるんで、たくさん撃殺取れれば、うん、ターン数ガンガン伸びるよという形なんですけど、まあ、あんまり期待できないかなというところですね。ただ、まあ、総ダメージ 35% 分の HP を自身に回復するんで、まあ、回復の方が重要かなという感じにはなります。うん、まあ、一応状態性 75% があるんで、まあ、ここもね、うん、重要になってくるのかなという感じですね。というか、ことで、まあ、6回連撃の 740% の物理ダメージがあるんで、まあ、これだけでも、4200、まあ、プラス 40% 分の 6×6 なんで、4440かな。で、それにクリティカル発生確率が、まあ、上がっているんで、会心値とかついてないのが、まあ、残念ではあるんですけど、まあ、クリティカル発生確率が上がっているんで、クリティカルも出やすくなっていると。で、会心ダメージがパッシブじゃないね、専属武器についていたので、まあ、235%、まあ、奥義とか、もろもろもっと盛れば、もうちょい行くかなと。いうところで、まあ、かなりダメージ伸びるんじゃないかなと、このスキル2に関しては。まあ、かなり面白いですよね。ただですよ。このスキル2が強いタイプって、スキル2まで生きなきゃいけないんですよ。となると、うん、ロハンは体力値はついているものの、防御力というものがないので、パッシブにもないし、まあ、もちろん装備でもね、武将ではないので、その服装備の部分か。で、防御力が上がらないわけですよ。うん、となると、これ生き抜くのが大変なんですよね。このスキル2にね。まあ、そこが問題かなという感じがします。ただ生き残れば、まあ、かなりの火力の出る、うん、攻撃を打つことができるんで、まあ、ここは優秀かなと思いますね。もう本当にこのスキル2まで生き抜くかどうか、スキル1も結構優秀なんですけど、さらに、うん、力を発揮するために、スキル1の後頑張って生き抜くと、育成をしなきゃいけないという感じですね。はい、ということで評価見ていきましょう。はい、ということで、今回の僕の評価ですね。まあ、タイプはアタッカーでいいですね。で、戦場戦役を B にしているんですけど、まあ、それは、まず、まあ、蓄力に入って攻撃力倍の 740% ですね。で、ここで発光状態にすることができるんですよ。まあ、この実質 740% が倍になってて、まあ、1480% だとしたら、そんなに高い倍率ではないんですね。うん。でも、この発光ですね。この発光に入れるっていうのが、うん、デバフをかけるっていうのが非常に大きいかなと。で、撃殺はもうもちろん取れませんよということで、まあ、この発光のサポート部分ですね。まあ、ここを評価して一応 AB にしています。で、このスキル2も、まあ、もちろん高火力なんですよ。ただ、敵を6回、ランダムに攻撃しちゃうんですよね。まあ、ここが難点かなと、うん。敵はもちろん4名いるわけなんで、もう適当に攻撃されると、綺麗に決まれば、まあ、もちろん68秒でいけるんでしょうけど、なんか綺麗に決まらないなっていう時、まあ、もちろんランダムなんであると思います。まあ、そうなってくると、結局は68秒で回れないと。安定して回れないっていうのが傷かなと思いました。で、まあ、あとは、スキル1で知力、蓄力に入るわけなんで、まあ、他のバッファーの邪魔してしまう可能性があるということですね。まあ、それどういうことかっていうと、まあ、例えば、劉備と、まあ、この子をサポートアタッカー的な役割で発光係、プラス火力っていう形で入れてるとして、まあ、エースが他に誰かいるわけですよ。で、まあ、例えば、劉備とか、もう一人バフもいて、で、そこに小機微とかで暴走をつけたいと。エースと劉備に、暴走をつけたいってなった時に、この蓄力に入っている、この子の攻撃力がもちろん高くなってしまうわけなので、まあ、劉備か、エース、うん、の邪魔をしてしまうと、せっかく暴走をエースと劉備にかけたいのにこの子にかかっちゃうみたいなことが起こり得るわけですよね。まあ、その辺の調整もなかなか難しいですね。まあ、ただこの子だけで戦ってるよっていう人にとってはまあ関係ないんですけど、まあ、他にエースがいて、まあ、バフもいろいろかけてやってるよっていう人はその辺苦労しそうですねっていう感じがしますね。うん、まあ、あと、命中値がないっていうのも非常に痛いかなという感じはしますね、戦場戦役。まあ、ここを総合して、まあ、B プラスとかでもいい性能はしてるんですけど、まあ、ちょっとデメリット、
ト部分がねちょっと見えてきてるんで、まあ、そこを評価して、まあ、B ですね。うん、でボスに関してはまあこれは問題ないでしょう。まあ、スキル2の頑張ってスキル2まで生きてこの連撃を打てば、まあ、かなりのダメージ出るんでクリティカルも出ますしね、蓄力にも入ってますし、でなるとうん、まあこれは B プラスぐらいの火力は出てるかなと。また、まあ A にはちょっと届かないかなぐらいですね。うん、まあ十分ダメージは出てると思います。そして対人ですね。対人はもう本当にこれスキル2まで生きようっていうことですね。うん、スキル1でも十分強いんですよ。うん、敵を撃殺取れる可能性あるんで、追加でもう一度スキル発動するっていうのも可能性ありますし、うん、破壊も、まあ味方のためにかけるのももちろんありですし。で、蓄力に入った、まあ、740% の範囲攻撃でさらにもう一回打てれば、まあ、かなり大きいダメージを与えられるんですけど、まあ、なんたってこの子はスキル2が、ね、強いんで目玉なので、まあ、ここまで生き抜かなきゃいけないんですよね。で、まあ、さっきも言いました防御力がないと、で副装備の、まあ、武将ではないんで防御力がないと、でパッシブも防御力がないと、まあ、体力値だけはあるんでHP はまあまあまあそれなりに伸びますけど、それでも若干不安なところがありますねというところですね。うん、なので、まあ、その辺がまあちょっと頑張って生きてもらって B プラスぐらいかなというところですね。でお城は逆に面白いと思うんですよね。うん、お城はまあスキル2がメインになっている以上ちょっと生き抜くのがちょっと困難かなとは思ったんですけど、まあ、逆に撃殺が取りやすいのでお城の場合デバフとかしっかり与えて、うん、この子で、撃殺を取ってもう一回発動すれば、まあ、スキル1だけでも十分倒していけるレベルだと思うんで、うん、って考えると、まあ、お城の攻めは優秀かなとは思いますね。うん、スキル2まで生き抜かなくてもいいと、まあ、生き抜けば最高ですけど、生き抜かなくてもスキル1で十分火力が出そうな感じがしてるんで、まあ、闘技場ですよね。闘技場が頑張ってスキル2まで生きなきゃいけない、まあ、ここがしんどいかなっていう気はします。そして防衛はまあもちろんできませんよということで、まあここは B プラスで行きましょう。そして短期特化度なんですけど、まあこれは武将であること。まあ今回弓なので、まあこの辺は関係ないですね。で、戦場戦役、適性あるかどうか。まあやっぱりちょっとデメリットな部分が目立つので、まあ B プラスでもいいとは思うんですけど、まあここは B 評価に、僕の場合は B 評価でさせてもらっているんで、まあ今回はまあ普通ぐらいかなと。うん。ですね。で、ボス適性はある方なんで、うん。なので、まあ、総合すると、うん、B かなっていう気はしますね。短期特化なので、まあ、この子しかいないと、うん、仮定するならば、まあ、ちょっと防御力面が痛いかなっていう気はします。闘技場だと、どうしても相手のエースと一騎打ちになって、先に攻撃されたらこっちが沈んでしまう、みたいなことはありえますからね。まあ、僕が新王星スタートなんで、まあ、その辺防御ない副将に関してはよくわかってるんですけど、やっぱ先手取れたら新王星って強いんですよね。うん、でも後手になっちゃうと、うん、攻撃を耐えられちゃうと新王星って非常に弱いんで防御力面で、なのでよく武将短期特化の人と当たった時に僕はよくやられていましたね。なのでそう考えるとロハンも同じことが言えるのかなと、うん、耐えられちゃうと返り討ちになっちゃうよっていう感じ。しかも新王星の場合はスキル1がめまいだったので、うまいことスキル2までは生きられたんですよね。ロハンの場合はそういうことじゃないので、うん、スキル1打った後の反撃を食らってしまうので、まあ、ここを耐えれるかどうかにかかってきます。まあ戦場戦役もまあそれなりに、うん、この子だけならばもうちょっとまあ不安定にはなりますけど戦えるだろうし、ボスも適性はあると思うん で対人も強い方だとは思うんで、あとはもう本当に短期特化で防御力面をしっかり上げてあげて、まあなんとかスキル2まで生きる、うん、育成をすることが大事じゃないかなと思って、まあ今回だいたい弓って C 評価にするんですけど、まあ今回は B 評価にしました。はい、ということで、まあ今回僕の評価はこんな感じですね。まあ久しぶりに、うん、アバターでしっかりなんか強いなと思う副将が来たなっていう感じでしたね。まあ、この子の登用はまあ考えてみてもありなんじゃないかなとは思います。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。はい、ということでここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。